こたせなは、同じ学校に通っていた。兄のこたつは、一年間パン禁止生活を送っている。妹のせなは、世界一エビが嫌いだ。こたせなは、四年間連絡を取らなかった空白の期間がある。こたつは昔、怪我で記憶を失ったことがある。こたせなは、 小さい頃から家では英語だけで話していた。